派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律案の採決をいたします。本案の委員長報告は修正議決報告でございます。本案を委員長報告のとおり修正議決することの賛否について投票ボタンを押し願います。まもなく投票を終了いたします。これにて投票を終了いたします。投票の結果を報告いたします。投票総数236、賛成143、反対93、よって本案は委員長報告のとおり修正議決されました。次に労働者の職務に応じた待遇の確保等のための施策の推進に関する法律案の採決をいたします。本案の賛否について投票ボタンを押し願います。まもなく投票を終了いたします。これにて投票を終了いたします。投票の結果を報告いたします。投票総数236、賛成160、反対75、よって本案は可決されました。本日はこれにて散会いたします。